よっ。今日は、人道支援プロジェクトサポートのための、チャリティーコンサートに参加協力してくださりどうもありがとうございます。Welcome back to the 70s というタイトル通りですね、70年代の歌だけのコンサートです。いいでしょうか。最初に聴いていただく曲はですね、これは1975年、俺は22歳だったんですけれども、アイドっていうバンドのドラマーで、この歌はバンドのために書いた歌です。なので当時、バンドの連中と小さなライブハウスでですね、俺はこの曲をドラムを叩きながら歌ってました。生まれたところを遠く離れて生きる、この子にいつの日にか光が見えるように、窓越しで見送るおふくろの忘れられぬ涙よ、捨てちゃならねえもの、俺は愛もなくなくしたようだ。どこの街でも聞かせてやるさ、捨てた国と引き換えのバカ息子の訳を。だけどもし少しばかりの紙切れを稼げたら、二人に小さな家を買ってやりたかった俺さ。誰もが何かを売り渡し生きてゆくさ、この世じゃ。だけど何も売るものがなかった、あの子が何を売ったか。やつらにゃどうせわかるまい、鉛色のその目じゃ追われて生きた人の悲しかったあの日の別れが、どこの街でも聞こえてくるよ。
貧しい暮らし精一杯やってみても抜け出せない、そうさ親父も16の時から働いて働いて働いてきたけど、この世に住む家もなく、その日暮らしの毎日さ。この街でも聞こえてくるよ、道をなくした男たちの行き場のないうめき声が。だけど誰も自分のことさえ救えない、この世じゃ痛みを分かり合えても、言葉はただ「さよなら」だけさ。生まれたところ遠く離れて歌う、この子にいつの日にか光が見えるように。ありがとう。あの頃の僕といえば、両手に溢れるほどの悲しみを持て余して、一人朝まで踊ってた。あの頃の僕といえば、錆びついたバイクの上ですれ違う少女、みんなに一人勝手に恋してた。もう誰も傷つけない。
け引き裂くことはないよ。でも今は感じることもできない、あまりに難しくて。あの頃の僕といえば悲しみの訳など知らず、何もかもに噛みついては、ウォーイエイエー歌ってた。何もかもに噛みついては、ウォーイエイエー歌ってた。歌ってた。あの子は米軍キャンプのそばにある小さな店で働いてた。僕らは約束したこの街でよねと、いつかいつかもうすぐ。あの頃僕はまだ18で、望めば全てが叶うと信じてた。あの子の荒れた手を見るたびつぶやいた、いつかいつかもうすぐ。どうして僕を待ってくれなかったの？こうして今迎えに来たのに。あの子は青い目の若い兵隊と5月に行っちまったカリフォルニア。おお、今でもこの街で一人つぶやいてる、いつかいつかもうすぐ、いつかいつかもうすぐ。あの子を見つけた。放課後の図書館のロビーで思い切って声をかけた。夏が終わる頃にはもう二人擦り切れ
たスニーカー履いて恋を追いかけてた、hey! いつまでも忘れない今でも目を閉じて閉じれば地獄のままさ。でも僕らもう二度とあの日のきらめきこの腕に取り戻せない。いいよ。受験日はそこまで来てるのに何にも手につかず、二人でいると切なくて、わけもなく喧嘩ばかり。春になれば全てうまくゆくさと別れたよ。映画の後クリスマスの夜、hey! いつまでも忘れない今でも目を閉じて閉じれば地獄のままさ。でも僕らもう二度とあの日のきらめきこの取り戻せない。今もあの子長い髪のままかな。僕はほらネクタイ締めて僕が僕じゃないみたい。いつまでも忘れない今でも でも僕らもう二度とあの日のこの腕に取り戻せない。いいよいいよいいよ。若返った。割と遊んでた割にですね、1年間浪人時代を過ごしてちゃんと大学に入れたんですね、主人公。1972年から73年の頃ですね。当時はですね、学園紛争がすごくて激しくて、特にこの主人公が行った学校は、大学はすごい、激しい学園紛争があって、学生たちがまずこうバリケードで学校を封鎖するストライキ、今度は機動隊が入ってきてそれを排除して学生を入れないロックアウト、もうそれの繰り返しでね、全然学校に入れないっていう、そんな学校に行ってしまったんですね。もちろん今は違うんですけれども、当時ね、高度成長期時代が終わって、中東戦争があって、オイルショックがあって、不況が来るんですね。で、学生課にどんな仕事があるのかなと思ってこう見に行っても、この張り紙にね、こう自分がこう魅力を感じるような仕事が全然ないんで、ついに、2年で学校を辞めてしまうんですけれども、ちょうど60年代の夢が覚めて70年代にしらけていくっていう、ちょうどそのちょうど中間の、世代に、主人公は属してるんですけれども、今の
世相、まあ、世界中そうですが、自分の国ファースト、自分ファーストっていうね、非常にコンサバティブな時代ですけどもね、ジャパンクールとかね、何かちょっとあると反日とかっていう言葉がメディアやインターネットをね、にぎわしている、そんな時代ですね、今。でも当時は60年代終わりから70年代の初めにかけては今とは全く逆で、これが極端にまたリベラルな時代で、社会主義の理想とかね、造反有理とか革命とか、そんな言葉が壁に書かれていた、そんな時代に学生やってた、そして学校を辞めた若者の歌です。やっと試験に受かったと喜び勇んで歩く並木道、肩にセーターと下ろしたてのバスケットシューズ、髪を翻し駆け上がる校舎、初めてあの子に出会った朝は、僕は二十歳でまだキャンパスも春、赤いヘルメットの奥の瞳に見透かされたようで、なんとか照れ笑い、遠くへ遠くへと願った日々、まっすぐに見ておくれ、僕は泣いてる、君のために、ポケットの中わずかなバイト料、最終電車を待つプラットホームから、あの子に電話、いや僕さ元気かい、今から出てこないか、どこかで飲もうぜ、駅前通りの馴染みの店でグラスを重ねて、そして初めての夜、その日あの子の恋が終わったとは知らない、僕も一人寂しかったし、遠くへ遠くへと願った日々、まっすぐに見ておくれ、僕は泣いてる、君のために。本当銀色の盾の前で空を仰いで祈り続けた、神よ僕らに力を貸して、出なけりゃ今にも倒れてしまいそう、振り向くと遠くにあの子の眼差し、笑っているのか泣き出しそうなのか、
違う違う、こんな風に僕は打ちのめされるために生きてきたわけじゃない。遠くへ遠くへと願った日々、まっすぐに見ておくれ、僕は泣いてる君のために。星がひとつ空から降りてきて、あなたの道を照らすのよと話してくれた。きっとそうだね、いつまでたっても石ころじゃないさ。遠くへ遠くへと願った日々、まっすぐに見ておくれ、僕は泣いてる君のために。しかし多分今の人たちは赤いヘルメットの女の子たちは絶対カープ女子だと思うよね。最近ですね、電子ドラム、エレクトリックドラムというのを購入してね、結構叩いてるんですよ。で、叩いてる時はですね、もうなんか何にも考えない、全てこう忘れて夢中でこうドラムを叩いてるんですけれども、もし当時1970年代俺がバンドやってドラマーだった頃にあれがあったらよかったなと思うのね。メンバー5人の 2K のアパートに住んで台所にドラムセットをこうセットしてたんだけども、ね、近所迷惑だからってもう毛布をかぶせてシンバルにはタオルを巻いてパカ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 ドンドンパカパカってやってたわけね。だから全然ね、練習にならないんですよ。それで1974年だったか、夏は毎日千歳船橋からですね、東横線でじゃないや、小田急線で新宿まで来て、渋谷に行って東横線で神奈川まで行ってですね、もうその時大学辞めてたんですけども、大学時代の友達に頼んで部室を夏休みだから開けてもらって、そこにドラムがあったんでね、毎日のように通ってそこでドラムを練習してたんですね。でも部室といっても、体育館の下の倉庫でして、もちろん窓もないしエアコンもないし、鉄の扉をガチャンと閉めるともう空気も換気しないようなところで、毎日4時間も5時間も叩いても汗だくでね、お腹空かして本当にウェルター級だった体重がやがてバンタム級になり、もうフライ級になりそうなんていうね、と言っても分かんないですね。ウェルター級だいたい61、2キロぐらいなのかな。でバンタム級は50キロの前半ぐらいで、フライ級となるとですね、もう50キロを切りそうっていう、もう力石通る状態ですね。ここで一応反応を見たんだけど、力石通る状態ですね。これに反応する人は結構世代的に一緒だなと思って
で、まあ、1976年にソロになったわけなんですけど、もうドラムからいきなりギターですから、チューニングもちゃんとできないね。コードもそんなにたくさん知らないっていう、そんな時に一人でこう弾き語りやってたんですけれど、77年の中頃からですね、頼もしい友達がサポートしてくれるようになりました。長州寛治君。もう何度も、言ったと思うんですけど、私のコンサートに、ね、来てる人はもうまたその話ですか、お父さんみたいな。でも最近は言ってる方も忘れてるけど、聞いてる方も忘れてるっていうのがよくあるので、言いますけれども、俺はですね、長州君に16歳の時に出会ったんですね。時は1969年、ウッドストックの夏、あの年ですね。広島に広島フォーク村っていうのがあって、そこで、まあ、音楽サークルなんですけど、そのメンバーの中の一番若い、メンバーだったんですね。グルックスっていう高校2年生の3人組の、グループを作ってて、これがですね、めちゃくちゃギターもうまいし、ハーモニーもすっごい綺麗でね、初めて、彼らのステージを見たとき、俺はもうびっくりして、こいつら天才だなというふうに思ってね、感心したのを覚えてるんですけれども、高校2年生の長州君、広島の音楽シーンでもう本当にスーパーアイドルだったの。本当だよ。広島にですね、本通りというアーケード街が、商店街があるんですけど、そこを長州君がこう歩いてくるとですね、女子高生たちが、あら長州君じゃない、わ、長州君だ、長州君みたいな、もうすごかったんだからね。いやいや、本当の話で、まあ二人ともやがて大学生になって、俺は神奈川に行き、長州君は東海大に行ったんですね。東海大、今年駅伝おめでとうございます。東海大海洋学部ね、行って、その頃に、バンドを一緒にやるようになって、なんともう45年になるんですね。出会って50年、もうただただ深く感謝しています。さて、次の曲はですね、アイド時代、そんなバンド時代、これもバンドのために書いた歌です。当時さっきも言ったように、2K のアパートに5人で住んでるもんですから、曲作りをするときはもうどんな季節だろうが外階段で曲を書いてたんですけど、朝この曲を書いてですね、ベースの高橋君に聞かせたところ、浜田朝からご機嫌だねって言って、それがそのまま曲のタイトルになりました。1、2、3、4。白いベッドに残る甘いお前の香り、水色の風が窓の花散らすと、秋はもうすぐそこまでなんです。だから髪をほどくんだよね。昔の歌、鏡に映しながら、甘い色の瞳、何か痛そうだな。窓の外は強い日差しで、影の鬼、都会は溶けてしまうよ。もう何も思わずに、
何も言わないで、ただそっと見ていたいたのそれだけさ。塀の向こうでイカれた歌歌うよ。俺たちで終わりの世代さ、諦めな。穏やかな黄昏が舞い降りて夕立、僕は待ってる待ってる。誰かが塀の向こうでイカれた歌歌うよ。俺たちで終わりの世代さ、諦めな。修正しました当時2人でね、こんな感じでやってたんです。その頃はね、ライブハウスやってたんだけども、ライブハウスがあるのはもう大都市だけで、まあ、東京とか大阪とか名古屋以外のところに行くとですね、居酒屋とかパブとかね、スナックのカウンターとか、そんなところで、歌ってたんだけれども、一番印象に残るのはデパートの屋上で2人でやった時にね、愛の駆け引きなら、でパッと目を開けてみるとですね、お母さんと子供しかいないの。その子供はあの電気自動車に乗ってんだから、ブーッとお母さんがそっち行っちゃダメよとか、調子こんなことやってて意味あんのかなみたいな。でも二人でね行く、その二人でもいろんなところに旅したんですけど、それ自体はすごい楽しくて、だいたいどんな街行っても駅前に旅館があってね、泊まるんです、駅前旅館。もう6畳下まで布団を敷いた、荷物を置いた、ギターケースを置いたらもういっぱいみたいな、共同トイレでね、共同風呂で。で長司君はお酒飲まないんですね。でもちろんお金がないからお酒飲みに行くようなこともできないんだけど、とにかく暇なんですよ。夜行列車とか もちろんブルートレインとかね。で何をしてたかっていうと、トランプしてたんですね、2人で。でトランプといってもまだトランプが純粋にトランプだった時代なんです。トランプって思い浮かべるのは決して壁だったりしないんですね。トランプはただのカードだった時代、よく遊んでたんですけど、もう長司君というのはですね、みんなも分かると思いますけど、本当に優しくて、その温和で、争い事が嫌いでね、本当にこのままの、人間なんですけど、長く付き合ってる俺だけが知ってることがあるんです。それはですね、めちゃくちゃ負けず嫌いなの。勝負ごとゲームで、俺だけかなと思ったんだけど、どうも奥様とやっててもそうらしいのね。で野球ゲームってあるじゃんね、任天堂とかプレステじゃないよ、エポック社の野球版ね、パチンってやるやつ、それにハマってた時期があるのね。で家でもやってたらしくて、9回まで負けてて、で9回の裏に逆転満塁ホームランを打って、ガッハッハッハッって大笑いした途端、長司君がどうなったか、顎が外れちゃった。負けず嫌いなんです。
そんな時代に2人でよく歌ってた歌です。 One, two, three。最終電車に遅れないように、いつもはもう駅への道を歩いている頃なのに、今夜はそっと君はバッグにしまい、僕も気づかないふりでどこまでも歩くよ。古い橋の上から電車が行くのを見ている。少し震える君の肩先、僕のセーターかけなよ。気づいた僕はまだ子供だと、それとも初めて自分を見つけたのかな。また一つ街の明かり消えてゆくよ。愛したことなど一度もなかった。こうして君に会うまでは、愛したことなど一度もなかった。こうして君に会うまでは。2005年のアルバムで My First Love っていうアルバムがあるんですけれども、そのアルバムの1曲目は光と影の季節っていう歌で、その中に栄光と挫折っていう歌詞が出てくるんですね。で、あのアルバムを出した時に若いインタビュアーにこうインタビュー取材を受けて、その若いインタビュアーがですね、俺に言うわけですよ。浜田さんって挫折って経験したことないでしょ。だ、なんかすごいトゲがあるわけ栄光の連続じゃないですかみたいな。で、まあ思ったわけね。ああそうか、この子はすごい若くて、この子がもう物心ついた時には俺はもうエスタブリッシュされた存在だったのかな、なんかそういう感じなんだろうなと思ったんですけれども、しかし1970年代
ね、70年代の話だからちょっと苦労話っぽく聞こえるんですけれども、本当のところに、本当の話なんですけれども、当時ロックバンドをやるということはですね、もうちょっとしたささやかな成功でもない限りはもう完全に世の中からドロップアウトするっていう、そんな時代で、30歳以降の人生がどうなるのかも全然わからない。でもそれでもただただ音楽が好きで、バンドやってたっていう、音楽やってたっていう、そんな頃の歌です。ハーモニカ忘れてました。ただただ音楽好きでバンドやってたという、そんな時代の歌です。雨の日の昼下がり、僕らは巡り合い、二度目のデートの夜、恋に落ちたよ。やがて二人暮らし始め、まるで映画で見たような、お帰りとお休みの口づけの日々。でも君この頃ふっと黙り込む、まるで夢から覚めたように、お願い今は何も言わずに信じて、優しく微笑む君の眼差し、それだけ見ていたい僕さ。僕の仕事ささやかな夢だけに支えられて、何一つ約束もできないままで、肩を寄せて帰り道、暗い横顔見てると、どうしていいのかわからなくなるね。しばらく別れて暮らそうか、それともあこのままじゃ、お願い今は何も言わずに信じて、優しく微笑む君の眼差し、それだけ見ていたい僕さ、それだけ見ていたい僕さ。俺こうやってサングラスかけてハーモニカ吹きながらギター弾いて歌ってたら、長くやってるとノーベル文学賞ソングライター初の芥川賞、直木賞、菊花賞。でもね、賞なんか全然本当に心の底から、
欲しいなんて全然思ってなくて、もう若い時からリスナーの皆さんに浜賞っていう立派な賞をずっともらってるんで、皆さんからいただいたその賞をですね、心の支えでずっと頑張っていきたいと思います。さて、一緒に歌って若返ろうコーナープロジェクト第2弾、ね、この曲で第1部が、終わりますので、これで盛り上がらなかったら今日は1部でおしまいって一緒に歌ってくれるかな今度はさらに3歳若返って一気に16まで若返ります。ワン・ツー・ワン・ツの校舎の白い壁に別れの歌刻み込んだ。朝焼けのホームにあいつの顔探したけど涙で見えず旅に出ます。書き置き机の上ハモニカポケットに少しの小銭。ああさよならの意味さえも知らないで、憧れてた路地裏でアルバイト電車で横浜まで帰る頃は午前0時。フォークギター窓にもたれ覚えたての風に吹かれて狭い部屋で仲間と夢描いた。いつかはこの国目を覚ますと、肩すぼめて待ち続けた路地裏で。冷めば悲しい歌ばかり
届かぬ思いに胸を痛めて、ああ今日もまた呼ぶ声に応えては、うわあ、初めて知る行き止まりの路地裏で、長州寛治。ありがとう。ここで、15、6分の短い休憩を取ります。今度はバンドと一緒に帰ってきます。ささやいてみた。
さ感じることってないかい。周りを見渡せば知らず知らず悲観的になっちまう。時には真夏の嵐のようにみんなが散る胸に込み上げてくる。でもどうしていいのかわからない僕さ。さて、1979年、マインドスクリーンというアルバムを春に出したんですけれども、次に歌う曲はですね、一度もツアーで歌ったことが、ない歌なのです、気に入ってもらえたらすごく嬉しいです。
とう。どうぞ腰をかけてください。さて、1979年、マインドスクリーンというアルバムを春に出したんですけれども、次に歌う曲はですね、一度もツアーで歌ったことが、ない歌なのです、気に入ってもらえたらすごく嬉しいです。僕は少し戸惑う。街角のざわめきがかすかに伝わるよ。会ってほしいと君のわがまま、今もあの頃のまま。
1979年のアルバム Mind Screen の1曲目に入ってる、四五線っていう歌でした。次に聴、いていただく曲はですね、ステージの上のミュージシャン全員がアコースティックな楽器で演奏します。君が人生の時の中から4年目の秋。ワン、ツー、スリー。時君家を出てからこの街一人アパート暮らし、七時に目覚まし時計止めてコーヒーだけの朝食済ませ、毎朝迷う鏡の前、でも迷うほど半だけその中、洋服並んでいるわけじゃない、電車の扉に押し付けられて朝日の中を君は一人。知らぬ人に、でも寂しさ投げ出せるような、少女の頃はもう遠い日々、本当の愛見つけるその日まで夜更けの街を君は一人。本当の愛見つけるその日まで夜明けの街を君は一人。フリューゲルホーン佐々木史郎、アコーディオン福田康彦、マンドリン古村俊彦。そしてギターテクニシャンは松野君です。
よかったわと微笑んだ。ステージ後の寂しさ吹き飛ばそうと街へ出かけた。仲間たちと車に乗り込んで、どこから来たの Miss Lonely Heart、 こんな夜はそばにいてほしい。優しい男たちが君の耳元でささやく恋の駆け引き、苦手な僕はただ遠くで見てただけ。君が人生の時の中から Miss Lonely Heart でした。さて次の曲は1979年 Mind Screen の中からです。偽りの日々。囁くだけど今は意味などない。恋人たちがそっと夜の帳の中で交わし合う。愛に満ちた言葉とどこか違ってる。傷つけ合わずにただ過ごすだけ。 Goodbye darling, goodbye my love、 偽りの日々、背中抜けたまま眠る
した白いチャペルの鐘の音、今でも聞こえるのに、僕のために作った食事は冷めてゆき、君は無口になり、君のために作った愛の歌の歌詞さえ今はもう僕には思い出せない。 Goodbye darling, Goodbye my love、 途切れた愛の訳を探してる、わからない Goodbye darling、まっすぐに会われる、 It's so
者たちひしめいてる緑の草原アスファルトの下最終バスが君を乗せ走り去る僕の心の中に水しぶき上げ、oh、 涙溢れ何も見えない
結末を。Come on.
今日、70年代の歌だけのライブをやるっていうコンセプトを考えたのは、もしジョンが生きてて、ジョージが生きてて、ビートルズが再結成されて、 In My Life とか聴けたらいいなと思ったんです。カーペンターズのボーカリストカレン・カーペンターが生きてて、 Close to You とか Yesterday Once More とか歌ってくれたらいいな。あとレッド・ゼッペリンのドラムスジョン・ボーナムが生きてて、生であのグッタイムバッタイムするドラム聴きたいなとか、そんなことを思うんですよね。でも彼らはもういない。しかし俺はまだ生きてる。遥か遠い遠い昔、俺の歌を見つけてくれて、そして愛してくれて、育ててくれたリスナーの皆さんと思い出のアルバムをこう開くみたいにね、なんか一緒に歌を楽しめたら、音楽を楽しめたらいいなと思ったのが今日のコンサートのコンセプトです。もちろんまだまだ、俺も皆さんの人生もずっとずっと旅は続いていきます。また笑顔で元気に再会できる日を心から楽しみにしています。どうもありがとう。Thank you.
今日、70年代の歌だけのライブをやるっていうコンセプトを考えたのは、もしジョンが生きてて、ジョージが生きてて、ビートルズが再結成されて、 In My Life とか聴けたらいいなと思ったんです。カーペンターズのボーカリストカレン・カーペンターが生きてて、 Close to You とか Yesterday Once More とか歌ってくれたらいいな。あとレッド・ゼッペリンのドラムスジョン・ボーナムが生きてて、生であのグッタイムバッタイムするドラム聴きたいなとか、そんなことを思うんですよね。でも彼らはもういない。しかし俺はまだ生きてる。遥か遠い遠い昔、俺の歌を見つけてくれて、そして愛してくれて、育ててくれたリスナーの皆さんと思い出のアルバムをこう開くみたいにね、なんか一緒に歌を楽しめたら、音楽を楽しめたらいいなと思ったのが今日のコンサートのコンセプトです。もちろんまだまだ、俺も皆さんの人生もずっとずっと旅は続いていきます。また笑顔で元気に再会できる日を心から楽しみにしています。どうもありがとう。
た夢追いかけてる人は孤独な旅人いつも風の中溢れ出る愛をいくつも誰かに注いで傷つきそして立ち直りひたすら愛するだけ見果てぬ夢と満たされぬ愛両手に抱えて Time on your mind 思いを
ずにただ体寄せ合い、束の間の慰めに身を任せて、聞こえるのは雨音、曇りガラスに映ったランプの明かりに照らされて、長いレースのような日々の暮らしに疲れつまずき、ふっと立ち止まる夜、時はあまりに早く、置き去り過ぎてゆく。 Blue Night Angel、 君は君の Blue Night Angel、 僕は僕の道を歩いてく。川内。
始め。オルガン&シンセサイザー福田康彦。ギター長田進。サクソフォン古村俊彦。トランペット佐々木志郎。トロンボーン清岡太郎。ボーカル竹内ひろみ。ボーカル中島ゆきの。ギターボーカルステージサウンドプロデューサー庄司寛治。Thank you.
ありがとう。一人一人のスタッフに、そしてミュージシャンにもう一度大きな拍手最初の曲を弾き語りでスタートしたので、最後の曲も皆さんと一緒に歌いたいと思います。揺れる横顔グラスに落とすかすかなはため息二人で靴がすり減るほど歩いたこの街寂しそう もう一度踊っておくれ このままで もう一度口づけおくれこのままで もう一度やり直せたらバカだぜそんな話はもうやめよう 僕である限り何度やっても同じことの繰り返しもう一度踊っておくれこのままでもう一度口づけおくれこのままで ライトに浮かぶ二つの影悲しげな眼差し苦しげな喘ぎ声言葉はもう何も伝えない寒いほどの寂しさも虚しさも もう一度踊っておくれ このままで もう一度口づけおくれこのままで